なんだ DM か。誰からだ。テム、テムが直接俺に DM を送ってきた。まさか俺はこれで消されてしまうのか。今話題の激安ショッピングサイトテムが危険な闇サイトではないかと大きな話題を呼んでいます。テムがやらせレビューを YouTube に暴露され、インフルエンサーが完全終了。暴露した人にテムが脅迫文を送る事態にお送りします。そろそろマウスを買い替えたいんだよな。なんかいいマウスないかな。お、ゲーミングマウスが404円。え、なんでこんなに安いの。すげえラッキーじゃん。早速買おう。 iPhone につながるワイヤレスイヤホンが 70% オフで750円。安すぎ。残りがちょっとしかないじゃん。急いで買わなきゃ。このように中国初の激安ショッピングサイトテムでは、通常では考えられないほどの価格で設定されていたり、 80% オフなどの大幅値下げを実施して販売されており、日本でも専用アプリのダウンロード数が1500万を超える大ヒットとなっています。ヤマト運輸です。お、テムで注文した品が届いたな。ちょっと時間がかかったけど格安らしい。しょうがないな。こちらテムさんからのお荷物です。はい、ありがとうございます。なんだ、ボロボロの袋じゃないか。まあしょうがないか、こういうところでコストカットしてるんだろうな。よし、早速開けてみるか。え、箱に穴が開いてる。残念だけど、まあこれも仕方ないか。海外輸送なのかな。大事なのは中のマウスだからな。これがゲーミングマウス。ホームページに出てたのと随分違うな。サイズもかなり小さいな。本当にちゃんと動くの。なんだこのマウス。底辺が平らになってないからマウスがきちんと反応しない。不良品じゃん。騙された。詐欺だ。やっと届いたわ。早速開けてみよう。え、左右の形がバラバラじゃない。何これ、もしかして騙された。このようにテムで購入した商品は不良品ばかりで、詐欺にあったとの声が続出し、ネットで炎上しているようです。しかしサービスのさらなる拡大に中国の運営会社は大量の資金を投入し、血眼になっているようです。バカな日本人がたくさん騙されてくれてるぜ。本当、日本人はバカばっかりだよ。最悪訴えられても名前を変えて元出せばいいんだから。稼げるうちにもっと稼いでおいた方がいいな。なんかいい方法あるか。日本で活躍してるインフルエンサーを買収して宣伝させたらいいんじゃないか。100とか200くらい払えば簡単に引き受けるだろう。お、それはいいね。早速オファーかけてみるか。このようなことからテムの運営会社では、日本で活躍するインフルエンサーにテムの商品を紹介してもらい、販売を促進する戦略を取り始めました。とりあえず代理店に依頼してインフルエンサーに営業をかけてもらおう。数万人の登録者がいる YouTuber とか TikToker に軒並みオファーかけてもらえばいいよ。なんかメールが来てる。広告代理店からだ。EC サイトテムの PR 動画を作成しませんか。か、面白そうだな。8分ほどの動画を1本撮るだけで100万から200万の報酬。こんなに高額報酬なの。代理店もちゃんとしてそうだし、この案件は受けるでしょう。このような流れで広告代理店を通じてテムからインフルエンサーに高額報酬での案件依頼が多数送られているようで、テムの商品を紹介する YouTuber や TikToker が続出しているようです。はい、テムから届きましたので今日は開封動画を撮っていきたいと思います。めちゃくちゃ安くてしっかり使えます。すごいですよね。今回テムの商品を爆買いしてみました。実際使えるか試していきたいと思います。テムの買ってよかったおすすめ商品5選。こうして SNS ではテムの商品を PR 紹介する動画が多数出現し、再生回数を稼いでいたようです。これらのチャンネルではテムから高額の報酬が支払われていることが予想されています。へー、テムってずっと気になってたんだよね。私も買ってみよう。テムで紹介されてるタブレット、今だけ 80% オフ？子供用にちょうどいいかも。このように YouTube や TikTok で PR 動画を見た視聴者もテムで爆買いし始めました。アプリのダウンロード件数がうなぎ登りだよ。インフルエンサーに紹介してもらってから売り上げがどんどん伸びてる。やっぱり SNS の影響力はすごいな。いやー、笑いが止まんないな。この調子でどんどん案件投げようぜ。こうしてテムの売り上げ、アプリのダウンロードは瞬く間に拡大していきました。この中国サイトはすごい勢いで広がってるけど、かなり闇が深いよな。 YouTube とか TikTok とかでやたらとテムを紹介してる人いるよね。あれ本当に大丈夫なの。
俺はやばいと思うな。だってテムの評判最悪だぜ。クレカの情報は盗まれるし、届いた商品は劣悪な品物ばっかりだし、中には異臭がするものや注文したものと全然違うものが届いたって話もあるよ。これ紹介するならある程度責任も出てくるよな。リスク高いよ。端的に言えば詐欺に加担してると受け取られても仕方ないぜ。このようにテムの悪評はすでにネット上に広まっているはずですが、それでもテムの商品を YouTube や TikTok で紹介するインフルエンサーが後を絶たないようです。そんな中、案件メールが来てる。テム？あの激安サイトのテムか。どんな内容なんだ？テムの商品の PR 動画を作ってくださいか。このようにテムの運営から代理店を通じてチャンネル登録者数50万人を超えるガジェット系 YouTuber のタコマルさんに案件の依頼があったようです。え、8分程度の動画1本120万円？本当かよ。こんな金額の案件ってどんな内容なんだ？テムの PR 動画作成に関してはネガティブな発言は一切しないでください。また中国の会社が運営していることは絶対に言わないでください。は？今の時代にこんな制限かけるのやばいだろ。こんな案件怪しすぎるわ。そもそもテムの商品ってどんなのがあるんだっけ？すげえな。どれも普通では考えられない金額ばっかりだよ。安すぎてどれもこれも怪しい。こんなの商品レビューして悪口は言うなとか、中国の会社が運営してることは言うなとか、闇すぎるわ。しかもこの高額金額じゃ案件を受ける YouTuber もいっぱいいるってわけか。テムの案件を受けて1本で120万稼ぐか、 YouTuber としての信頼を失うかだな。このように推察したタコマルさんはテムからの高額案件に飛びつくことなく、 YouTuber としての信頼を重視し案件を断り続けていたようです。この案件が他の YouTuber にも言ってることを利用してテムの商品を実際に買ってみてガチの紹介動画にしよう。そっちの方がいいや。このような流れからタコマルさんは自身のチャンネルで120万でテムのいいところだけ言ってくださいという案件を断って、自腹で商品を買ってディスる動画を公開しました。今日はヘビーな動画ですね。テムっていうショッピングサイトから代理店を通じて PR 動画を作りませんかって依頼が来るんですよ。5、6回くらいですね。その案件がまあ高くて、1回8分の動画で100万とか200万あげますみたいなことなんですよ。こうしてタコマルさんは自身のチャンネルでテムの悪質な実態を動画で晒しました。さらにこのテムを運営する中国のピンドゥオドゥという会社はですね、これまでテム以外のアプリですがクレジットカード情報や個人情報を流出させたりしてる闇が深い会社なんですよ。さらにこのようにテムの運営会社が過去に犯した悪事にも触れました。今いろんな企業さんから案件をいただくこともあるんですけど、いい会社ほど正直にレビューしてください、タコマルさんの思った通りの発信をしてくださいと言っていただけるところが最近本当に増えましたよ。本当にありがたいです。こうしてタコマルさんがテムの案件を断った理由を説明しています。情報発信が仕事のインフルエンサーにとって信用は何より一番大事なもの。タコマルさんの判断は最もだと思いますが、他のインフルエンサーはなぜテムの案件を受けてしまったのでしょうか。やばそうなんですけど、実際使ってみないと分からないのでテムで買ってみました。このように語り、実際にテムで注文した商品のレビューを始めました。テムのサイトから格安ワイヤレスイヤホンや有名なゲーミングデバイスメーカーレイザーの商品を語る激安の商品を見て不信感をあらわにしました。サイトに掲載されている商品の評価がほとんど星が4つ以上なんですよね。そんなことあるのかな。決めつけ良くないけど絶対レビュー操作してるだろう。さらにはレイザー公式として出品されていない商品がレイザー商品として販売されていることを指摘しました。レイザーの公式では販売していないもので、壁紙を印刷して作ったレイザーを語るデスクマットなんかも売っています。絶対買わない方がいいですね。こうして著作権侵害も疑われる商品を紹介しながら視聴者に注意喚起を行いました。タコマルさんはテムのサイトから実際に13品を購入しレビュー。危険と言われるアプリは使用せずサイトから購入したようです。さらにスキミングが疑われているクレジットカードでは支払わず、ペイパルを使ったことを強調していました。ペイパルで支払ったんですけど、合計金額は通常4万410円なんですが、なんと約3万も値引きされて1万1168円になってました。そんな値引きなんだよって、とても怪しいです。このような流れでテムの商品を購入したタコマルさんですが、手続きを行ってから約2週間後に商品が自宅に届いたようです。うわ、海外通販サイト特有の裏が真っ黒のビニール袋ですね。ボロボロすぎてゴミ袋かと思いました。こうして届いた商品ですが、梱包された袋はボロボロで、まるでゴミ袋が届いたようだとコメントしています。
開封した中身ですが、箱の多くがへこんだり穴が開いている状況で、とても新品の商品とは言えない状況だったようです。それでは841円のワイヤレスイヤホンから見ていきたいと思います。なんだこれ、あっという間にバッテリー残量減っていきます。起動してから1分30秒で 100% から 80% 切ってしまいました。うわ、怖っ。何をやっても接続できません。結局ペアリングできませんでした。こうして次々と製品を開封し、詐欺とも取れる不良商品を紹介していきました。次に開封したのは超音波メガネ洗浄機です。超音波メガネ洗浄機は超音波の力でメガネを洗浄し、汚れを落とす機械のはずですが、うわ、くっさ。え、ちょっと待って、無理かもしれない。なんか嗅いだことない匂いがする。こうして商品の入ったビニール袋から異臭がしたようです。なんとか超音波メガネ洗浄機を取り出し試してみたようです。かなり軽いですね。すごい音がしていますけど、だいたい予想がつきますが、とりあえず汚れたメガネを入れて綺麗になるか試してみますね。こうして超音波メガネ洗浄機に水を張って実際にメガネを入れてみたようです。うわ、すごい動きますね。一応振動がありますけど、これで汚れが落ちてるのかな。このように紹介したタコ丸さんは超音波メガネ洗浄機に違和感を覚え分解をし始めました。はい、分解してみましたが、やっぱり予想通りでした。電動モーターが入ってるだけですね。これはダメですね。超音波ありませんでした。当然メガネの汚れも一切取れていませんね。こうしたことから分解した中身を視聴者に披露し、モーターによる振動を超音波だと偽って販売している詐欺商品であることを説明しました。この動画を見た視聴者からは、え、俺テムで買っちゃったけどまともな商品ないじゃん。これってもしかして騙されてる？え、やばい、クレカで5万くらい買い物しちゃった。今からキャンセルできないかな。やっぱりタコ丸さんの言う通りだ。テムをよく調べてみたら、商品から有害物質が検出されたり、劣悪な労働環境で従業員が酷使されている。かなり闇深い会社じゃん。このようにタコ丸さんが動画をアップしてから、テムのサイトで購入した人たちから不安の声が多く上がるようになりました。一番困ったのは、これまでテムの案件を受け数百万の報酬を得て PR 動画をアップしていたインフルエンサーたちでした。タコ丸チャンネル？何これ、余計なことするなよ。こんな動画出されたらまるで私たちが詐欺に加担してるみたいじゃない。こうしてタコ丸さんによってテムの闇を暴かれた結果、これまでテムの PR 動画をアップしていたインフルエンサーに対しても非難の声が上がりました。タコ丸の動画見ましたか？え、見てないよ。この動画結構面白いですよ。テムの商品を自腹で買って商品をディスりまくる動画なんですよ。結構再生回数も回ってますね。なかなか衝撃的なタイトルで面白そうじゃん。記事になりそうだね。このように YouTube 関連のニュースを紹介するサイト、ユーチュラにもタコ丸さんの動画に関する記事を出しています。テムは気をつけて使いましょう。こうしてタコ丸さんはテムの利用について注意喚起をして動画を終えています。動画のコメント欄ではタコ丸さんの正直なレビューを評価、感謝するコメントが多く寄せられています。この人の信頼度は120万以上の価値がある。長期的に見れば非常に賢明な判断だと思う。信頼は何十年と積み上げるのにかかるけど、なくなる時は一瞬でなくなるからね。目先の金より視聴者の信頼を取った方が後々利益になるって、いざ金額提示されても冷静に判断できるの本当に尊敬できる。このようにタコ丸さんはこの動画で一気に知名度をアップさせ、この先もインフルエンサーとしてさらに活躍していくかに見えましたが、10月31日タコ丸さんが X に不穏なポストを投稿しました。ん？なんだ？ DM か？誰からだ？テム！テムが直接俺に DM 送ってきた。まさか俺はこれで消されてしまうのか？こんにちは、タコ丸です。テムさんから動画見ましたという DM をいただきました。どうやら僕はここまでのようです。あとは頼みます。それではまた。こうして今回タコ丸さんがアップした内容についてテムから動画を見ましたと脅迫文のような DM が届いたとポストされました。その内容こそ明らかにしていませんが、恐怖感が伝わってくるようなポストです。このポストのコメント欄には、テムやってること終わってる、お金あげるから動画消してっていうパターン、タコ丸さんどうかお元気で、このようにタコ丸さんの身を案じるようなコメントも多く寄せられています。さらにタコ丸さんは、圧力によって先に消えるのはどっち、 A テムの動画、 B 僕の存在。こうしたポストからタコ丸さんは本気で身の危険を感じていることがうかがえます。ネット上ではテムからタコ丸さんに送られた恐ろしい DM の内容に注目が集まっています。
今回中国の激安 EC サイトテムの闇を暴いた YouTuber とこまるさんがネット上で注目されています。日本でのユーザーが1500万人を超えているテムサイトに対して戦いを挑むような動画になっているので、視聴者の興味を引いたのではないでしょうか。動画をアップしたところ、テムから X に動画を見ましたという趣旨の DM が届いたことも明らかにしています。ご本人にとっては中国の大手企業から個人宛への DM ということで、相当な恐怖感を抱いているようですが、本人の立場からすれば恐怖感はあるでしょう。なんせ相手は中国の大手企業ピンドゥオドゥですからね。しかしいくらなんでも存在を消されるなどということはないと思います。現にタコマル氏はその後にも11月10日に X でテムからの案件依頼メールが届いていることもポストしていますから、それは良かったです。しかし今回の動画でテムが金銭を用いて徹底的に情報操作している事実が明らかになりました。もはや社会問題にすらなりつつある状況です。ネットの世界は正しくものを見極める力が必要です。こうした悪質サイトへの利用に対してタコマル氏のように注意喚起をするインフルエンサーが多く現れてほしいものです。現在の拡大し続けているテム商品を未だに PR しているインフルエンサーに対して、今後の行く末について心配の声が高まっています。この悪質サイトから高額の報酬を受け取っているインフルエンサー、またテムで商品を購入する利用者も中国企業の思惑にはまってしまっているということになりますからね。一刻も早くこのサイトの悪質性が広く認知され、これ以上詐欺被害が広がらないことを願っていきたいと思います。最近 YouTube とか TikTok でやたら広告が出てるテムって、こんなに悪質なサイトだったのか。なんかすげえ安いなって思ってたんだよな。騙される前にこの動画を見てよかったですね。テムはもともとアメリカでスタートしましたが、その悪質性からアメリカ政府からも警告されているような EC サイトのようです。怖っ。なんでそんなサイトが日本に入ってきて、しかもこんなにまで広がっちゃってんの。どうにかしないとな。知らない間に拡散され情報を抜き取られる、そこが中国企業の恐ろしいところですよね。利用者が賢明な判断をされるよう切に願うばかりです。